トリノです。ケンちゃんです。イエちゃんです。ユキちゃんです。キータンです。僕たちの遊び場、本日は音を出したら何々いや僕たちの遊び場をやらずにヒータンです。もうやるやるな。はい、ヒータンです。僕たちの遊び場。あ、もうなんや確かにな。よっけて、もう一回、なに、じゃあバーやって、バーやって、バーまで。はい、トリちゃんです。ケンちゃんです。イエちゃんです。キクちゃんです。キータンです。僕たちの遊びバー。今回は元を出したら負けゲーム。はい、とは元を出したら負けです。負け、全部今は負けのやつ。そうだし、負け。だからなんかいろいろこうくすぐったりとか、足にみんなもう最初はね、これをねもう負けました。そう、お前足きれいよ。もうマジっすか。爪、毛ないよね。脱毛？脱毛してるの？してる。してるの？ハクさんがやるときに脱毛してる。ああ、そっか。確かに毛あるハクさん見たくないね。テニメの時まではまだ若かったんでよかったんですけど、そろそろもうちょっと濃さがね。まあそんな話じゃないですか。おばちゃん見たから。現実が。やばいやなこれ。でもいいですよ、そんな。はい、ということでもう早速やっていきましょう。で、音を出したらまずゲームはこう一列になって順繰りでどん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 回っていきますんで、最初はまあ普通にね。あのスタンダードでやって、後半戦はもう何を使っても言葉攻めでもいいですから。おお、何が言ってんか分かんない。そうそうそう、あれがすごい。はい、じゃあ一旦一列、何かやるか。いや、もう一列、これ順番結構大事じゃない。そうだね。だから途中であのこいつを絶対笑かせる自信があればそこ行ってもいいし、そこ行ってもいいし。え、俺ちょっとバッターそうなります。そんな動揺する。これあの向きありますね。あ、そうだよ。どっちが上、膨らんでるのか。絶対向き向きないです。え、ない。はい、負けー。はい、負けー。いや、ごめんなさい、俺絶対笑わせられるわ。あ、ほんと。じゃあ、皆さん加えてくださいね。思いついた。こっから音出してないですよ。ちょっと待ってください。こういうのちょっと YouTube みたいに楽しいっすね。ちょっと YouTube がないよ。ずっとよく見るんで、YouTube。お前遊び場で一番好きな回は。あー、なんかあれしてますね。ケンスケ君が俺のことをあげてくれて好きな人みたいな。あー、あれか。付き合いたい人みたいな。一組が出てきたやつ。あー、一組。カメラあっちだから、あっちも一緒。あれ、気持ち悪いでもいい。あれ、一組おもろかった。あれ、あれもやろうや。はい、じゃあ、音出しただけ負けゲームスタート。前みたいなね。そういうのでもいいってことね。俺がん？今のどうなの？あの、アイゴピだしたあ、あのでしょ。そうか、それもダメか。ダメだって。そんな、抜かす音はあかんよ。全部口にせんと。あんは、じゃあか、もう一回。もう一回いきます。お前早すぎるって。お前悪いわ。早すぎるって。交代。おい、いや、もうあいつずるいの。あいつ必殺技。よかった。ヒロキが大好きなやつなんですけど、吹いてくれてると思ったんだ。昔からやってる。フーイズイットの始まりだっていう声つきが始まりがおもろいですけど。あー、おもろい。気持ちよかったな。もう、僕は
お前加減しろよ。え、こういうの本気だなって面白くない。確かにな。それやけんくんのせない。ちょっとさ、女だったよ。ダメ、マイナス1です。すごい綺麗なアイギーカルバンクラインです。あー、すごい綺麗。いいよ。結構本人この色のカルバンクライン見たことない。あ、初めて見たわ。赤か、赤か。はい、相手大体黒くグレーなさ。赤この色かわ。俺がプレゼントした車。優しい先輩。脱がしたら、脱がしたら気持ちいい。それはおもろい。赤めっちゃ好きや。もう今からやるからまだ見てて。マイナス1だけど、マイナス1だけど。めちゃくちゃだから、こいつ子供やぞ。マジでマジで。もうこれはよくないよ。こいつほんまにそんなばっかやで。こいつおとけだから。知ってるっけよお前。マジでとむちゃくちゃ。こいつらもめちゃくちゃやってきました。遊びはめちゃくちゃです。ねえ、僕らも決めたいなんて。はい。はい、もうやろうか。もういらんよ。いらん。アウトやね。俺は全然終わろう。もうアウトや。マッシュル取り越えた。ここがめっちゃうまいけど。かわいいやん。かわいいしね。めっちゃかわいい。じゃんけん一回言うたら俺はこれチヨで食うから。ちょっと待って、何が考えてない。俺しか言うたらなんかあるって言ってない。俺ちょっと今アンチ来てるな。アンチ来てるな。もうやってたんだ。結構やりつくしか。俺じゃないですよ。あ、一緒のトーク大会ね。まあ、ヒロキ得意でしょ、最近。得意じゃないよ。ヒロキは得意。え、じゃあ、何なんか。俺さ、餃子の、餃子の2の食べ方ってないですか。餃子の2の食べ方。まあ、普通の醤油と、お酢と、ラー油じゃないですか。で、ちょっと2になってくると、酢に、胡椒だけで、くるんですよ、餃子。で、これもっと2になってくると、もう餃子食べへんらしいです。はい、これはヒロキが自爆です。自爆ね。自爆です。はい、はい、ヒロキ交代です。はい、ヒロキ俺行くわ。はい、お願いします。ヒロキにちょっと前から聞きたいことあって。はい。福岡でキングダム見に行ったよ。はい。で、まあ東京ではアキラも見て。はい。せっかくなんでご飯行きましょう。はい。二人で行こうとしてて、アキラ呼んだやん。二人気まずかった俺と。はい。やめろよお前。あ、これだ。これは。ほら。あれ？これ自爆でボタン。うわあ、これも流れ悪いっすよ。返してくれ。親友だろ。と記憶を得て、君を愛せるか。本当に君を守れるか。空を見る。出たね。ヒロキも出たね。今引き上げね。もうやい。
じゃあ次取りますくだらくだらなすぎるちょっと僕のここに寄ってもらっていいですか。ここに寄ってもらっていいですか。僕のここ。僕のここ。うん？来た。で、なんで？これです。うわ、最悪や。ずっと匂ってんねんじゃ、トリちゃん。以上です。うわ。ラスト。ラスト。あ、イメージつかんな。これが YouTube かこれですさあさあ誰が一番いいこれ結構みんな笑ってたよ結構言ってたなさあさあまあ、今回ですね一番笑った人はじゃん三浦ひろきさんです。笑ってたね。まあ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 僕らだけで笑ってたりね。で YouTube がこれが YouTube だそして YouTube の罰ゲームってのはこういうもんだっていうのを経験してる。ああそうですね。黒板を、はい、うわ最悪黒板を引っかく音を聞く。うわこれ結構されてるどこにさ需要があってそんな動画があんねん。じゃあ手を押さえてるあの離さないように。はい。うわぁマジでいやマジでヤクリのやつだやばあ、手が刺さなかった。え、今だって1秒もかけてるやばい、そんなやばいもう、すぐやったそんなやばい、本当に俺結構我慢できるよ、結構見るのも嫌よほんまに。おい、まだ伝えてるやんえ、もう、もう一番漏れてくるので嫌よこいつやった罰ゲームやりたくないわ。なにやばいって。え、すごやばこれなに漏れてくるこれ大丈夫ってんってそうにミューラヒロキのレミゼラブル記者会見の映像すごすご痛みとてヒロキ、まだまだ素晴らしいの終わんないからそうだよ次行こう。さあ次回をお楽しみに。いや結構